今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。連日寒い日が続き、今日の朝もとても肌寒かったんですが、子供たちに、すみれ組さんの女の子に、今日寒いから長袖の遊び着着ていいよって、着てお外行こうって声をかけたら、先生も半袖で寒そうだから長袖の遊び着たらどうって言われて先生はでも今日燃えてるから大丈夫このまま半袖のまま過ごしたんですが、残念ながら明日の天気予報の方で明日雨ということで、運動会の方は延期になったんですが、またスムーズに準備が行えるように今日は運動会に向けての準備を午後からしました。で、本当に先生たちで協力して行っていったので、とてもスムーズに進んでいって、で小学校の方について、役員さんのお父さんたちにもお手伝いに来てくれて、でちょうど雨が降り出した頃に運動会の準備も終了して、無事に日曜日準備万端で子どもたちが運動会にできる準備が整って、私も安心しました。でお部屋の方でなんですが、子どもたちに明日雨が降って運動会ができなくなっても日曜日になるから大丈夫だよなんてお話したら、ああよかった、で運動会できてよかったっていう声がたくさん聞けて、子どもたちもとっても運動会楽しみにしているようで、私も嬉しくなりました。帰り最後に子どもたちみんなでエイエイオーをして、運動会とても楽しみにしている姿が見られて、私もハッピーな気持ちになりました。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。